カデミー卒業したのにまだ演習とか。今日は何の修行しようかな。今日は一楽に行けないけど、今度暇な時にでも、もちろんあんたのおごりでね。どこだ、どこに落としたんだ。兄ちゃん、こんなとこでキョロキョロしてどうかした。なあ、この辺りで紙切れを見なかったか。紙切れ？どうだろう。とにかく紙切れを見つけたら俺に届けてくれないか。まあそれくらいお安い。兄ちゃんが探してたのってこれ？それだ、持ってきてくれたのか。それって何？とりあえず大切なもんだってのは分かる。これは俺が書いてる日記だよ。日記？なんで日記が落ちて。恥ずかしい話だが、日記帳が壊れていることにずっと気づかなくてな。知らないうちにかなりの枚数の日記を落としてしまっていたらしい。かなりの枚数ってまだ全部集まってない。まあな、我ながら間抜けだったと思うよ。仕方ねえな、俺も拾うの手伝ってやるよ。お前の申し出は嬉しいが、それはさすがに頼めないよ。他のページもこの辺りに落ちてんだろ。だったらすぐに見つかるってばよ。いや、これまた言い難いことなんだが。え？俺は各地を旅をしている最中でな、ここに着くまでにいろいろな場所に行ったんだ。だから日記は砂隠れや川の国、各地に落としてると思う。各地ってなんか途方もねえ話なんだけど。あ、だから言ったろ。もういいよ、もう乗りかかった船だ。その日記全部集めてきてやれよ。どうせ俺ってば任務とか依頼とかでいろんなとこ行くだろうしさ。そうなのか。任しとけ、バッチリ日記を集め。あ、頼むな。もし全部揃ったら何か礼をさせてもらう。わあ、お兄ちゃんにかっこいい。久しぶりだな、ナルト。イルカ先生。うめー、やっぱラーメンはおっちゃんとこに限るってばよ。嬉しいこと言ってくれるじゃねえか。イルカ先生もラーメンサンキューね。今日は帰郷祝いだ、どんどん食べていいぞ。幸せだって。しかしこれからが大変だな、お前は。え、なんで？
ん？聞いてないのか？お前の同期で中忍になってないのはお前だけって話は。じゃあさくらちゃんも？ああなんだ、本当に聞いてなかったのか。俺はてっきり次の試験にお前が出るものだと。そうだ、あいつはガーラはどうなったんだってばよ。ガーラ？うん、あの子はちょっと特別だ。特別ってどういうことだよ。実はな、あの子は砂隠れの風影になったんだ。風影？おかげを目指してるお前としては先を越されてショックかもしれないが。そっかやっぱガーラはすげえってばよ。ナルト？あいつは頑張ってすげえ努力して、そしてみんなに認められて風かけになったんだ。よーし、俺も負けてらんねえってばよ。そろそろだな。油断すんじゃねえぞ、デイダラ。相手は人中力なんだからな。オイラの術は全て芸術だ。それにちゃんと準備はしてきている。うん。まあ、サソリの旦那は見てればいい。あんまり待たせんなよ。一尾死角の人中力。砂漠のガーラか。どんなものか楽しみだ。潜入成功。ん？おお、よくオイラの潜入に気づいたな。さすがは砂隠れの風かけってとこか。ん？この砂漠にあんな鳥はいない。隠密行動は失敗だな。しかしてめえを探す手間が省けたぞ。その頃もお前が暁か。お前の好きにはさせない。これは結構楽しめそうだな。Ha!
勝てない。行くぞ。砂漠の悪路。これで終わりだ。程度か。話にならない。こいつは想像以上だな。だが決まった。戦っている隙にお前の砂に起爆粘土を混入させてもらった。砂を常に身近に携帯しているのがアダトだった。殺さないようにってのが割と難儀だったけど、ノルマクリアだな。あいつら鼻からガラ狙いかよ。行かせるか。待て、カンクロ。相手はガーラを倒したほどの。お前だけではどうにもならん。追尾するだけにしろ。ああ、できたらな。そこだ。おい、これ嘘でしょ。あの激しい戦いで風影様が大変な。すごく大きな音がしたけど。風影様を助けたいの。風影様、俺がすぐに。あの風影様を襲ったやつ。やつらはこの先あまり時間はかけられねえ。速攻で捕まえてやるじゃん。
証拠だ。返してもらうぜ。仕方ねえな。ほう、楽しめそうじゃねえか。悪いが、一瞬でケリをつけさせ。毒が回ってきた頃だろう。しこか。まさかお下がりを持ってる可愛い後輩が相手とは。お下がりだと。まさかてめえが傀儡部隊の天才造形師と謳われたあの赤砂のサソリだったのか。お前のようなガキにまで名を知られてるとは光栄だな。なぜお前が。お前などに話して何になる。ガラ畜生。
また来てくれ。はあ、満腹満腹。さてと、腹も膨れたことだし、綱手のばあちゃんに任務の催促でもしに行ってみる。